ルスの猛威への対応で苦心している最中ですが、それをものともせず、見て見ぬふりをして。発生源とされる中国では、新型の原子力潜水艦を就役させました。軍事大国の名にふさわしく、この国では、次々と新しい装備を整え、就役の順番待ちという状況になっているそうです。では詳しく見ていきますね。ほんと人には困らないからな。中国の軍備といえば、強襲揚陸艦ではトラブル発生で困っているという噂も聞こえていますが、尖閣諸島に関しては相変わらず嫌がらせや侵入行動を繰り返しています。2018年1月、日本の公海上を潜航していた中国の潜水艦が日本の潜水艦に追跡され、やむを得ず国旗を掲げて浮上したという事件がありました。これは、執拗に追いかけられた末の仕方ない浮上だったのですが、中国にとっては、ふんまんやる方ない事件だったことでしょう。日本の潜水艦の性能を見せつけられたのも、追いかけられたのも、悔しかったに違いありません。だからこそ、たびたび、日本の領海ギリギリで、違法操業をしたり、挑発的な行動に走るのかもしれません。こんな中国の潜水艦ですが、今回は、新型に注目して紹介したいと思います。果たして、どんな変更が行われたのか、アップデートしているのか、逆に、自国のテクノロジーの乏しさに気づき始めて、何らかの対応を模索しているのか、どうなっているのでしょうね。2020年4月22日のことですが、グローバルタイムズが中国の最新型原潜が就役というニュースを掲載しました。このグローバルタイムズという新聞は中国共産党の機関紙である。人民日報の姉妹誌、環球時報の英字版です。ということは、中国政府の息がかかった新聞というわけです。なので、この新聞の中身は、どうしても中国の国威発揚的なものになる傾向があります。分析するとしても、多くの要素を差し引いた上でのことにしなければ、正確な判断はできないと思われます。しかし、真偽はともかく、中国から発信されたものです。無視することもないでしょう。眉毛に唾をつけて、注意しながら紹介していきましょう。4月23日は、中国海軍の創設71周年記念日でした。その行事の最中に、前日のグローバルタイムズの中国海軍は055型駆逐艦、新戦略原潜、国産空母、新型対戦哨戒機 KQ-200 等を含む多くの軍備を実用化したと公表があったのです。軍備拡張を進める中国にとっては、世界へ自国の力を誇示できる話題であり、軍の記念日にふさわしい話題だったことでしょう。あえて、この時期に公表したのかもしれませんね。さすがに、記事の中では、機密事項ですから、どのタイプの原潜なのか。詳細なデータは、やはり非公開でした。とはいえ、新戦略原子力潜水艦と明言したわけですから、核弾頭を搭載した原潜ではないかと思われます。つまり、弾道ミサイルを搭載した敵を攻撃できる原潜
SSBN 戦略ミサイル原子力潜水艦と推測されるのです。物騒なものですが、潤沢な軍事費を湯水のようにつぎ込める中国なら、これぐらいの原潜を建造するのも容易ではないかと考えられます。コロナのことを考えると、お金の使い方を間違えているような気もしますけどね。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー、JDW という軍事と、軍需産業情報に関するイギリスの週刊誌があります。この雑誌の、見るところでは、中国の新しい潜水艦は開発中と言われている096型。原子力潜水艦、等級ではないという結論です。ちなみに、このジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーという名前は、軍事に興味を持つ人なら必ず知っていると言われるジェーン年刊を出版したジョン・ F.T. ジェーンに関係する軍事関連出版物です。ジェーン年刊という名前が世間に広まるきっかけは、1990年、平成2年に始まった湾岸戦争でしょう。日本は多額の拠出金を出したのに請求された?当事国のクウェートからは何の感謝もなく、いたずらに税金をつぎ込んだと批判されたことがありました。あの当時江畑健介氏に代表される軍事評論家という職業の方が一躍注目を集めましたね。横分け部屋が特徴的な江畑氏でしたが、軍事、政治など多くの分野に知識豊富な方でした。過去にジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーの東京特派員をやっていたそうですから、自分自身の体験に基づく分析を述べていたんですね。さて、中国潜水艦です。今から3年前の2018年、平成30年11月、人工衛星が遼寧省コロ島市の渤海造船所で094型原子力潜水艦スム級2隻を撮影したそうです。この事実を分析した JDW は、今回新たに収益した戦略ミサイル原子力潜水艦 SSBN は、この中の1隻ではないかと推測したようです。094型原子力潜水艦は、射程距離が最大で 7500km の潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM 巨波に JL2 が12発搭載できる潜水艦で、海南島のアリュー湾海軍基地に配備されているそうです。ところで、中国原潜についている等級、スム級というのは NATO 北大西洋条約機構、北アメリカ及びヨーロッパ諸国で旧ソ連に対抗する目的で結成されたが付けたコードネームですが、中国の歴代王朝に由来しているようです。世界史でも、かなりのページを使って勉強する唐は7世紀から10世紀まで、300年以上にわたって中国を支配した王朝でした。漢詩の分野でも華々しく、活躍する詩人を輩出しました。森はじめ、李白、王忠などは、一度は聞いたことのある名前でしょう。軍事的にも、中央アジアまでの半島を広げ、広大な領土を持っていました。シルクロード交易が発達し、東西文明が刺激し合った歴史的にも、エポックメイキングの時期であったと言えましょう。
安倍の仲間ろ、菅原の道真、鑑真和上、空海など、当時活躍した人々の名前も有名ですね。進むという国は、3世紀に、司馬一族が、曹操の子孫である曹一族を追って権力を、握り、建てた王朝です。むしろ、これ、以前の、魏、呉、蜀の三国志時代の方が、知名度がありますが、進む王朝も、軍事的にはかなり、盛んであったとされています。当夜進むなら呼ばれても、まあ、いいか、と中国も納得するでしょう。しかし随宮というのはどうでしょうか？実は随宮という、コードネームもあるそうです。NATO 内でそう呼んでいても、中国内では、絶対使用しない名前でしょう。6世紀の南北朝の混乱を収めて建国した隋でしたが、2代皇帝柳広煬大は次第に奢侈に走り、巨額の費用で土木工事を進め、国の財政を傾けました。30年余りで内乱が起こり、新興勢力である党によって滅ばされたという縁起でもない名前ですからね。ただし、小説家としては、蜀史の動く題材らしく、多くの小説家が、隋から唐時代の話を書いています。鑑は旧大。2020年2月に、アメリカ上院軍事委員会に提示された、資料がありました。アメリカ国防総省の管轄下にある、情報機関の一つ、アメリカ海軍情報局。オフィス・オブ・ナバル・インテリジェンス、略称 ONI の解析によるもので、中国海軍は、2025年までに SSBN を6隻、2030年までに、8隻保有するだろうという予測でした。その名のごとく、様々な情報収集、分析を行う機関ですから、中国の潜水艦情報を精査して結果を出したようです。JWD の予想によると、中国が096型原子力潜水艦2隻を収益開始させるのは、今から5年後以降、要するに2025年から2030年頃に、なるだろうということです。ONI の予測と大体似たようなものですね。ということは、この時期になって中国が原潜を動かすと、またしても、日本近海に緊張する場面が出現することになってしまうのでしょうか。中国の動きを韓国、台湾、何よりアメリカが無視するとは思えません。心配なところです。